ナサニエルホーソーンナサニエルホーソーンは、アメリカ合衆国の小説家。日本語では、ホーソンと表記されることもある。マサチューセッツ州のセーラムに生まれる。父方の祖先である初代ウィリアムホーソーンは、クエーカー教徒迫害に関与し、二大ジョンホーソーンは、セーラム魔女裁判の判事を務めており、また、母方の祖先であるニコラス・マニングの姉たちが、 禁親相関の権威をかけられ迫害されるという過去を持つため、善と悪や罪を扱った宗教的な内容の作品が多い。彼が日文字を発表し、注目を集め始めていた頃、アメリカでは市場主義経済が発達し、文学作品も商品としての色合いが強くなる。これにより、文学の芸術的価値より大衆の評判が、 重要視され始め放送運はこのギャップに苦しむことになる。実際に彼の作品である七ハフの館では登場人物にこの心境を投影して上辺の作品が大衆には受けるといったことを訴えており芸術家としての作家という考えを持っていた彼がその才能を存分に発揮できないジレンマや葛藤が認められる。ハーマン・メルビルは放送ンヒズモッスを発表し 放送音を最も優れたアメリカ人作家に推している。1841年に描かれた肖像画1848年の写真日本では、明治の初期から語学用教材として、ピーター・パーレー、バンコク氏が広く採用され、語学学校などで講読する、比較的簡単な英語のリーダーとして愛された。この著者、ピーター・パーレとは、サミュエル・グッドリッチなる著作家、 編集者の別名であり、その膨大な草書の一冊として発刊された、バンコク誌は放送に依頼され執筆されたものである。執筆当時無名であった放送は、グッドリッチの依頼によって2歳上の姉と共に、バンコク誌を執筆し、1837年に2冊本として出版されている。ありがとうございます。